はいどうも、元オロサの塾講師、ミスター A ジョーです。神奈川県公立入試について質問をいただきました。それに回答しようと思ってます。何かと申しますと、このコロナ禍、オミクロン株の影響で日程が変更になるという話を聞きましたが、本当ですか?という質問です。これですね、答えとしては本当です。ですが、関係がある方々というのは多分ごく一部になると思ってます。なぜかと申しますと、変更になるのは、追検査の日程が変更になります。もともと神奈川県は最近当日受けられなかった子たちに対し追検査日というのを設けていたんですね。今年も2月15日の筆記試験を受けられなかった子に対しては2月の21日に追検査日を用意してました。で、この追検査日をより後ろにずらすという発表が先日ありました。ので、日程が変更になったのは追検査日に関してとなります。追検査日2月の21日から2月の25日に変更になりました。で、この2月25日にでも受けられなかった子は3月の10日に受験ができます。ので、もともと2月15日と決まっているものは変わりません。これだけ気をつけて受験迎えてほしいなと思います。あとは、体調や何らかの関係、追検査になる子は、必ず学校の先生や塾の先生に相談してください。ちゃんと学校の先生たちの話を聞いて、手続きをした方が間違いがありませんので、お気をつけください。というわけで、質問をいただきました、神奈川県公立入試の日程、追検査に関しての変更が決まっているよということをお伝えさせていただきました。また何かご質問等あれば概要欄からメールまたはコメントでいつでも受け付けております。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。